検証企画焼肉食べ放題全70品食べ尽くせ。え、今日は何をするんですか、そもそも。おい、そういうデカキンは遅刻したからルール知らないんだね。今回は検証企画焼肉食べ放題全70品食べ尽くせ後編。この焼肉店の食べ放題全70品を関根理沙、デカキン、そしてツッチーの3人が時間制限90分以内に食べきれるかを検証してもらうぞ。現在開始から10分経過し、残り65品。遅刻していたデカキンも来たことだし、頑張ってくれよな。あ、ただ、いや最初からだ、タンだよこれ。変わりません。違うんだ。全部味違うんだからね、だって。一緒になってね、これ。だって何味あったメニューで。食にうるせえな、おめえは。いやいや、ちょっと。いやちょっとな、こだわりなかったな。何味なんだろうな。じゃあ、一回戻そう。いや、そこまではいい、そこまではいい。入ってる。食えよ。入ってる。いいから。負けとる。あ、カリカリだ。あ、そういうスタイルです。ちょっとなんか旨味を消してますね、これ多分。焼きすぎて。すごい文句から始まる。旨味ゼロ。すごい文句から始まる。続くんだもん。うん、うん、おいしいだ。でかきさくらにご飯もありますよ。その70品入ってるからね。そっか、ここも入ってるんだ。え、ご飯、焼酎、大はこれどうなってるの。一種類ずつ。焼酎、大。一種類ずつ。じゃあここ焼酎、大で。なんで俺が大なんだよ、逆だろ。なんで中なんですか。いやちょっともう肉中心させてよ。ご飯、焼酎、やめてください。焼酎、大です。焼酎、大です。いや、小小さいに来ました。小ナイスですね。小は結構。いやいや、まだ決めてないよ。ダメですね。いや、体格的にどう考えても。どうだよ。いや、違うだろ。いやいや、違う。俺、大はいいって。大はいいって。引き寄せてるじゃないですか。いや、大はもう。大、待っといた方が面白いから。あー、そっか。動画的にね。いいから、焼こう、早く。そうですね。これ待って、わさびとニンニクだからね。あわさびとニンニクよ。もう次頼みますか。頼みましょう。僕カルビ食べたいんですよ。カルビいっちゃいましょう。先になんか胸肉とか辛いゾーンをやっといた方がいいのか、それともうまいのでガンガン進んでった方がいいのか。うまいものいきましょう。うまいものガンガンいきましょう、うん、あのカルビだけは本当火力だけ気をつけてください。火力の調整できねえんだよ。くしゃくしゃ。もういける、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 もういけるよ、もういけるよ、もういけるよ、いくよ。カルビだ。こっち。ほら、ほら、火力には気をつけてって。だから、そうでしょ、俺。待って、俺の肉は、俺の肉はね、え、俺の肉ないじゃん。じゃあ肉はちょうだいって。次、次。辛い。辛いじゃない、違う。俺にくれ、俺にカルビくれって。カルビくれって。すげえ熱い。すごいわ。食わねえだろ、こんなに。食わないじゃん。ご飯とのやっぱコラボレーション。たまんない。いや、カルビちょうだいって。狭い座席で身動きが取りにくいデカキンは大好きなカルビにありつけない。何なんだよ、何なんだよ。そしてお付きのカルビが焼き上がる。これはもうすいません、これいただきます。ちょうだいちょうだい、ちょうだいちょうだい。器、器ちょうだい。あ、器、器、器、はい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 。ご飯の、ご飯に。あ、ご飯、ご飯、はい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 。どうしたんだよ、だからリサさんのやつだって、これ。茶色い、茶色い。いやもう消えたじゃん。どこ行ったんですか。焦げすぎて消えたじゃん。もうちょっとタレもらっていいですか。じゃあカルビ。あ、これ間違いないやつや。やばいよ、うまい。え、なんで放置してんのこれ。何これ。今だいたい1時間、もう少しで1時間。はい、1時間ってことはあと30分しかない。あと30分だよ。ここで慌てて追加注文しようとしたが、あ、ラストオーダーと、なんと食べ放題終了30分前にラストオーダー。で、研究会。次こそ食べ放題2回分なら食べきれるか検証するため、お店に企画の趣旨説明をし、もう一度食べ放題を注文しようとしたところ。あー、本当ですか。あ、はい、ありがとうございます。お店のご好意により、なんと残りの皿すべて持ってきてくれることに。今回は特別に協力してくれたんです。ということで検証続行。あと30分で25品食べきれればクリアだ。どん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 残りのメニューが残りがどんどん来てるんで、もうバンバン、はい、一気に焼こう、もう一気に焼こう。はい、先に頑張ります。最後一応ホルモンと雑費系が来るよ。それで終わり。それ以外はもう全部来てる。素晴らしい。
ってこれ、ね、残っているのがマルチョウとかのホルモン系と、うん、あとこっちのウインナー系とかですね。はい、はい、いい感じで焼けてきたんじゃないですか。もう全部ミックスですか。もう分かんない。焼けミックスです。そう、いやちょっともうよ、おい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 、さっきカルビ食べてないんだから。いやこの段階でのこれ結構きつい。これなんだ、この段階でのこのかさ増し結構きてませんか。あれキャベツかけ煮ですわ。え違う、種類が違う、味が違うから。これは序盤で肉が来るまでに食べるやつ。でも関根野菜好きだから全然。言いましたっけそんな。昔から関根は野菜好きだからいける気するけどな。みんなだんだん苦しそうな顔になってきたね。限界を超えてるからな。でもそろそろ終わりが見えてきたんじゃないか。なんだなんだなんだ、ニンニク1カップ。これラスト、これでラスト。素晴らしい、素晴らしい。はい、終わった。素晴らしい。はい、キャベツ食べました。素晴らしい。最後行こう。最後大好きな鶏肉、鶏肉。いやダメなんだよ俺鶏肉。でもみんなの協力でここまで来れたから。そうですね。いただきます。はい、晩酌来た。誰か喋りません。いや、戦い抜いたよ。いや、マジでお腹出てます今。今、デカキンさんぐらいお腹出てます。本当に？ちょっと比べてみよう。お腹を、NG ですか？お腹見せるの。さすがに、お腹はちょっと。お腹 NG な。いや、お腹 NG なの？ハテナっておかしいですよ。今回の動画はどうだったかな？他にも、おすすめ動画があるから、チャンネル登録して見てくれよな。Twitter、Facebook では最新情報も配信してるから見逃すなよ。